ポラベアをご覧の皆様、アロハ。いやー、いかがお過ごしですか。元気ですか。緊急事態宣言なんだろうな、もうね、ね、なんかね、なんかね、毎日リモートですよ私そうそう、 C がね、うん、あのリモートでね家にいることが多くなって、うん、あの C 妻的にはあの毎日のお昼ご飯ですよね、うん、結構バタバタしますけど、まあ、もうお昼ご飯食材といえば、うん、今回のお題は、うん、ハワイのスーパーマーケット。なかなか興味深いなんだろう、なんでこんなにスーパーマーケットって楽しいんだろう、ね、日本だってあるじゃんね普通にって思うんだけど、そうなの、山盛りあるじゃんね、うん、スーパー全然違う、不思議だよね。確かにこう見たことがないものがたくさんあるっていうのがもう何よりなんだけど、うん、でもそれを言ったら日本でもなんかちょっとこうハイソな人が行くスーパーとか普段あんまり行かないところなんか行くと、うん、あの面白いものがいっぱいあるんだけど、なんかやっぱりハワイ行ってスーパー入るとすごいテンションが上がるよね。そうなんだよね。で、まあ、もちろん代表的なスーパーっていくつかこうもあって、うん、何より私たちにとっての、まあ、ある意味なんだろうな、ファーストハワイ体験にも含まれてしまうような、そうね、もう何も意識しないでね、うん、入ってた、その当時は入ってた、うん、たっていうのがホールフーズマーケットなんですね、うん、カイルア店だ、私たちは最初のハワイのホールフーズはカイルア店、カイルア店でした。本来だったらあのカハラの方にあるカハラモールの方にあるカハラ店が1号店ということ で、ね、で今は3店舗あるんだよね、うん、あのハワイのオアフ島の中では、うん、で割と新しいのがクイーン店、そこはとにかくバカでかくて、初めて行った時にはあまりの大きさにちょっとびっくりして、ね、まあ、やっぱりすごく高級感があるお店になっていて、2019年の9月に9月ね、ビキを使って行って自転車止められなかったっていう思い出のあってね。でカイルア店で初めてホールフーズに入ったんですけど、まあ、やっぱり目を見張るのはお惣菜、うん、あの自分でセルフで入れ物に入れてどんどん取ってくるんだけど、最初って取りあれが分かんなかったんだよ、なんかもうそう、あの入れ物にいっぱい入れても定価なんだろうって思ってたら、うんうん、思ってたりしたね。でもあれは重り重さだったんだよね、量り売りなんだよね、あの1あどれぐらいがいくらみたいなこうだから書いてあって、そうそう、うん、で今思えばそんなに難しいシステムじゃないんだけど、そばに置いてある入れ物に、まあ持って行ってレジでそれで測ってもらってみたいな感じなんだけど、なんかいろいろこれ詰め放題なのかなぐらいの感じで、そうそうそう、うまそうだから全部入れちゃおうぜとかつって入れて持ってったらとんでもない金額になってたっていう、そう2000円ぐらい言ってたかもしれない。 あこれは違う、量り売りだってこと気づいて、そんなバカみたいに買うのはな、もう次から控えたんだけど、でもスープがあったりとか、あったかいもの、冷たいものを自分でできるから、あのホールフーズの中ってあの対面式の人が測ってくれるお惣菜コーナーもあって、実はそこってまだトライしたことがなくて、なんでかって言ったらセルフがあるとそっちの方がやっぱり英語が使えないと楽なんで、そっちばっかり使っちゃってるんだけど、今度行った時はあのそっちの対面式のね、あの方と、まあ、食べ比べてみたいなっていうのがすごくあって、美味しそうなの、そのショーケースの中もなんか色とりどりのなんかポテサラみたいのから野菜からなんかチキン焼いたのから、もうなんかすごい、そこ見てるだけでもお腹いっぱいになりそうっていう。でホールフーズってあのポキ丼とかポケ丼ね、うん、売ってるエリアがあったり、あったかいヌードルだったりとか、あとはまあ普通に飲み物とかで、まあ、テイクアウトっていうか外のね座るエリアもあって、なかなかでもハードル高いよね、その対面で店員さんに、そうなあの言葉でどうにかオーダーするっていうのとか、そうなの、あとはあれだっけ、あの試食させてもらうとか、そう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 、でポキ丼買った時はあの結構向こうの相手の人の方から試食しますかみたいな、うん、食べてみるみたいにこうちょっと用事とかに刺してね渡してくれたりして、でそれでやり取りして美味しいの食べて、あこうやって試食できるんだなっていうのをちょっとずつ覚えたり、あとね対面式がおそらくカップとかにこう
グラムでね、それこそあの日本と一緒でお惣菜屋さんがね取ってくれるあの量り売りなんだけど、多分ねカップが並んでんじゃないかなって思う、まだちゃんと見てないんだけど、うん、であの身振り手振りでね、別のお店であの買った経験はあるから、ちょっとなんとか頑張ってみたいなとは思ってて、でホールフーズってお土産にしてこうすごく楽しそうなものっていうと石鹸だったりとかね、うん、ものすごいカラフルな石鹸がうず高くドドーンって肌感ぼで、いまだに買ってないんだけどね、あれね、買ってない、あれは買わないといけないね。前回の、うん、あの9月の時に、うん、カハラ店のところでもやっぱりこう、うん、動画でね紹介はしたんだけど、ものすごい量だよね、あの種類すごい、もうスイカの色してたり、あの 形じゃないね、あの模様してたりとか、すごいあのエレガントな感じのとか、なんか手でこうくちょこちょ手でこう、うん、こなんていうの、あのできるかなっていうぐらい大きいよね、うん、手に収まらないんじゃないかっていうぐらい大きくて、しかもあれもまたグラム売りなんで、ああそう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 、重さで金額変わるからさ、分かんないんだよな、いくらなのかが、うん、でも確かに大きさがまちまちだから、うん、なんかこうで重さじゃないとちょっと不公平感はあるかなっていう、であの時々見かける365っていう文字が入ったブランドの商品がホールフーズってたくさん並んでいて、これなんだろうってずっと不思議だったんだけど、今回ちゃんと調べてみたらホールフーズの自社ブランドの商品なんだそうです。これはね365エブリデイバリューっていうものなんだそうです、うん、でやっぱりリーズナブルなんだって、自社ブランドなんでね、でいろんなジャンルがあるみたいで、結構おすすめなのが調味料って、うん、あのブロガーさんが書いていて、オニオンパウダーとか、うん、ジンジャーパウダーとかもスープにちょっと入れて溶かすだけでなんかその風味が出るよとか、でもちろんオーガニックにこだわってるっていう、うん、そうそう、ホールフーズはもうオーガニック、うん、オーガニックのスーパーで、そんなの知らないで初めて入ったスーパーだったんで、最初ねちょっとやっぱり高いもの多いなっていう印象はあったのね、でもよくよく他のスーパーと比べてみると、あのそういうオーガニックにこだわってる割には日本と比べたらそんなに高いわけでもないかなっていうものも、やっぱり、まあ、オーガニックにこう特化してるからたくさん入れてるのかなっていうのもあるし、契約してる農家さんとかもあるんだと思うし、で結構ね私の中ではそこまで日本でオーガニック買おうとしても結構高いから、そんなに大差ないかなって印象があって、うん、むしろ安いものもある、うんうん、オーガニックをちゃんとたくさん買いに来る人のために他のスーパーより安いオーガニックのものもあったりするから、もうやっぱりね使い勝手としては私はとても好きな、うんうん、ところなんだけど、あとエコバッグね、うん、エコバッグ、うん、もうホールフーズといえば多分エコバッグってなるぐらい有名だよね、うん、でも年代によって違うんだよね、うん、うちら の, その一番最初に入った時は2013年で、うん、8年ぐらい前、うん、その頃のエコバッグって本当にペランペランの、そう、あのちょっと紙っぽいような質感のやつで、うん、あの不織布とか思ってたんだけど、調べたら、うん、あのペットボトルを再利用したものを使っているっていう風に書いてあって、実は洗えるのね、なんかちょっと紙っぽいんだけど洗えて、うん、で大小こうサイズが違うものが同じ柄であったりとか、何よりリーズナブルだったんだよね、ちっちゃいものだと 1.99 ドルとか、大きいサイズでも 2.99 ドルとか、あのバラ巻きのお土産にもう本当に友達にあげるとめっちゃ喜ばれて、でそれにあのジム行くときに洋服バンバン入れて持ってってるよとかそういうのもあって、であとはその当時のカイルアンのホールフーズの方では、あの全米のあちこちのホールフーズの店舗で扱ってるいろんな柄のそういうあの簡易的なエコバッグが置いてあったから、まあ買ったよね、もうバラ巻き自分たち用にバンバン、柄がまた可愛くてね、可愛かった、なんかラスベガスとかカリフォルニアとかさ、いろいろあって、そうそうそう、で今は布製のものにほとんど変わってしまったかな、うんね、ちょっと残ってるけど、そう高くなったかな、20ドルから30ドルぐらいなイメージで、まあ、ただ柄もすごく多いし、うん、あのしっかりしてるから、なんか私あんまりエコバッグというよりは普通のバッグ感覚で、うんうん、まあ、使っちゃってるかなっていうところあるかな、うん、クーラーバッグとかね、でこのねホールフーズマーケットっていうのはあのハワイ発祥ではないんだよね、アメリカのテキサス州を本拠とするナチュラル&オーガニック系食品なんだ、うんうん、で、まあ、本当にたくさん商品はもう中を見るとね知らないものだらけであるんだけど、なんといってもやっぱりデザインが可愛いっていう、パッケージもそうなんだけど、あのスイーツ関係がさ、うん、やっぱりすごいカラフルでめちゃめちゃ可愛くて、で私たちは気になりつつも
なかなかたくさんこう、例えば箱買いができないけど、なんかすごい可愛らしいスイーツがたくさん入ったやつがドーンって安く売ってたりとかっていうのもあったり、あとはクイーン店の方だとあのちっちゃめのケーキが、ちっちゃいやついっぱい並んでたよね、いっぱい並んでて、すごいそれがちょっと日本人にはありがたいサイズ感がちょこ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 あって、あれね買って食べればよかったなって今思うんだけど、ね、なんかお腹いっぱいだったり、その後のご飯の予定があって、そうそうそう、あの後に、ね、あのアロハビアカンパニーに行くから、あ、そう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 、ビール屋さんで、ね、ケーキを買って悩んだけど、ね、お店に入るっていうのはないなっていう感じだったんだよね。そうそうそう、でもあれはちょっと食べたいなとか、何しろまだ食べれてないものをトライできてないことがいっぱいあって、であのナッツを、ナッツだっけ、あのピーナッツかなんかギュって絞って、その場で自分でピーナッツバターだっけなんか作れるっていうのも、あれがすごく美味しいって、ね、あのいろんな動画とかブログの、ね、ブロガーさんも言ってるんで、絶対にあれはそう買ってお土産にして持って帰りますっていう人いたもんね。いたいた、それぐらいしてでもあの頑張ってね、あの持って帰ってきますって、あのいろいろあのパッキングして自分で、こぼれても大丈夫なようにして、だからそれをトライできてないっていうのはすごくもったいないなっていうのはちょっとあるね。いやいや、魅惑のホールフーズマーケットで、もう一つ今回取り上げたいのが、フードランドなんですよね。でこっちはあの調べてみたら、こっちうちの方が実はハワイ発祥なんだということを初めて知って、ね、ちょっとブログの方ね、あのブロガーさんの、ご紹介しているものをちょっと読ませていただくと、1948年にホノルルで家族経営のスーパーマーケットとして始まりました。なんだって。で徐々に規模を拡大して、でハワイのスーパーチェーンの中で最大なんですって。でハワイ全土に合わせて33店舗を構えていますって書いてある。ハワイ全土ってことは島も入れて、まあ他の島もっていうことだよね。うん、で私たちがそんなにあるんだ、ね、そんなにあるんだって思って、で私たちも初めてのカイルアではそのフードランドは見つけることができなくて、2017年、その4年後か、でホールフーズの裏側の駐車場の方をなんかうろうろしてたら、なんかあっちにスーパーみたいになるよねって言って覗いたら、フードランドって書いてあって、なんだろうねって入ったら、もう入り口にあるエコバッグがとっても可愛くて、柄がちょっとこうポップな感じというか、スパムとかね、スパムとかポケボール、そう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 、でだいぶ、そのホールフーズとは雰囲気の違う、絵柄の違うエコバッグが置いてあって、それがすごい可愛くて、なんだなんだこのお店ってなって、まあ中をバーッと、まあ短い時間だったけど歩いたっていう経験があって、でサンドイッチとか普通にパッキングして売ってるサンドイッチとかの値段比べると、ホールフーズよりはあの割安で、もうちょっと庶民感があるなっていうのがやっぱ印象だったんだけど、そういうふうに、まあやっぱり家族経営から始まったスーパーっていうのもなんか納得っていう感じで、あそこでそういえば僕のあのタオル、バスタオルと、 バスタオル、そう、あとシーツマがよくあのコラベアケで出てきている、はいはい、炎の形したまな板を買ったね。まな板、そう買った買った、うん、そう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 、そう、うわ可愛いってなって、で、あのホール、まあホールフーズとそのフードランドっていうのが、まあ、カイルアでもしっかりあの、まあ、大きい店舗としてあったんで、まあ、そういう頭に残ってたんだけど、9月 の衝動ハワイのね、あの動画でもちょっとあれちょっと映ってたのかな。そう映ってた。本当、アラモアナショッピングセンターを私たちがチャリチャリと自転車を漕いでる時に、あれフードランドって書いてあるよっていう、不勉強でうろうろしていたら、そこがもう本当に大きい、あのフードランドで通り過ぎるっていうね。そうでフードランドファームズっていう名前なんだね、ここはね。でやっぱりブログでね紹介してくださってる方の写真なんかを見ると、でかい、そしてやっぱりおすすめはもうお惣菜ですよって書いてあって、もうピザ、唐揚げ、ポキ、スイーツ、サラダバー、スープバー、おかずバーって、もう見てるだけですごい美味しそう でもちょっとね窓ガラス越しにこう中を覗いた時に、全然カイルア店と雰囲気が違うなっていうの。だってカイルアは本当に、あのなんだろう、稲毛屋みたいなそういう感じだもんね雰囲気的にはさ、ね、どっちかっていうとサイズ感が、サイズ感がそう、稲毛屋で分かる人いるからあれどうなんだろう、この関東埼玉界隈で展開してるってことはそれはないか、東京にもあるか稲毛屋さんは、だすごくでも地元に根付いてる感じがあるのスーパーではあって、この
バームズの方はやっぱりもうちょっと大型だよね、ちょっとどころがかなりかなっていう印象で、であのそのお惣菜屋さんなんかもたくさんあって、普段は結構そこで混んでると、列ができてたりとかしてね、なんかね朝の8時ぐらいとかちょっとまだ準備してるお惣菜屋さんが多い時になんか行くと、結構あの試食を食べてみる食べてみるって言われてお腹いっぱいになるって書いてるブログがあったりして、意外と朝ちょっと早めの8時あたりおすすめかもなんて書いてあったりもしたんで、今度ねあのここ行かないでどうするって今ちょっと思っていて、ね、なんかポキ丼もね結構美味しいんだそうです。でもねサンドイッチ屋さんとかねものすごいなかった、見せ方がおしゃれなんだよね、こう出来上がったものがショーケースにダーッと並んでるような、またでかいんでしょうで, かいでかいんでしょうって、そうそうでかいと思うすごくびっくりするぐらいのサイズ感でハンバーガーとかもあるからさ、でここもねあの自社ブランドが あるらしくて、そうそう、もっとすごいのはあの日本語対応の公式ホームページがあるのね、フードランドファームズアラモアなって全部日本語で書いてあります。これあの概要欄に貼っておきます。やっぱりいろいろこうもう全部綺麗な日本語、あの変な風に変換されちゃった日本語とかじゃなくて本当に紹介なんだね、うん、ちゃんと紹介、日本人向けにきちんと紹介してくれていて、でここってね私カエルあのフードランド行った時も毎回不思議だったんだけど、なんかねな電話番号が教えてとか言ってくれたりして、あ確かにレジの時に聞かれるんだよな、でなんかなんだろうなってもう訳がわからないままあの笑って対応してたんだけど、あのブログでいろいろ見ていたら、あの会員になる時には電話番号と名前を伝えればいいらしくて、で150ドルお買い物をすると会員証がもらえて、でそこに貯まるまではレシートについてるバーコードが会員証の代わりになるって書いてあるのがあって、情報としてちょっとどれぐらい新しいのかとかあの詳しくまだ探りきれてないんだけど、このフードランドの会員のことについてだし知ってる方がいたら教えてほしいなと思うんだけど、次回あの会員のに なったら例えばお安くなるよとか、なんかカードが発行されるよみたいなことがあるんだとしたらぜひトライしてみたいなと思っていて、他のお店なんかでも結構会員証簡単に作れますよっていうところがなんかいくつかあったような気がするんでね、いやそれやるともうその場で会員価格になるよとか、まあ、確かにね、ダウントゥーアースに行った時もそんな感じだった、そうでも最近はなんかね、あそうダウントゥーアースもね、あの実はあの次回か次次回かスーパーとしてちょっとすごいやりたいんですけど、あの会員価格が下にね貼ってあったりとかするスーパーがあったりもするみたいで、その辺ってね、その辺ね詳しい方ぜひコメントをお願いします、どういう風にうあの向こうでね使えばいいのかとか、うん、でねフードランドの、 あの自社ブランドっていうのがあって、マイカイブランドっていうのがね、うん、あの公式ホームページに書いてありました。やっぱりこうオリジナル商品があって、でもこれはリーズナブルにいいものが買えるよっていう、でねこっち今下見てったらね書いてあるぞ、マイカイカードについて。そりゃそうか、日本語サイトここで、うん、ここで、ね、ちゃんと見なくてどうするって話ね。下の方にありました、1分で完了、誰でもすぐできるマイカイカードの登録方法っていうのがあって、やっぱり電話番号をレジで会計前に伝えるだけだね、そうするともうスペシャル価格で買えるんだって、で日本の電話番号でも OK よって書いてある。確かね携帯だと一桁多いから頭のゼロ取ってとかそういうんだったよね、結構簡単にトライできるんだなっていうのと、このフードランドが日本語対応のサイトがあるっていうのは本当心強いので、あのこのフードランドファームズはあの次のミッション、もう絶対的なミッションって思ってます。で次回のスーパーマーケット取り扱いたいのが、もう私たちの独断じゃないけど、私たちが結構カエルアで行って気に入っちゃったタイムズっていう、もっともっとローカル感あふれるお店なんだよね。あのフードランドとかホールフーズに比べると店内も、本当に庶民的な感じだよね。庶民的な感じのスーパーが一つあって、でもう一つがあのよく紹介されてるセーフウェイ、実は私たち1回しか行ったことないんだけど、セーフウェイすごく好きだっていう人とか、よく行ってますっていう人結構、ね、いるんだよね。であ2回行ってるのか、2回行ってんだよね、セーフは、セーフウェイは。でも C が1回だけ飛び込みのようにしてビールをちょいって買ったのが1回と、もう1回が、カイルアで
サンドイッチとかお惣菜を買って、そのまま花馬湾にウーバーを初めて使っていくぞみたいな、ウーバーでセーフウェイに来てくださいって言って待ち合わせ場所にしてもらったっていうね、うん、そう、そしたらなんか、うん、我々を見つけられなくてなんか 2,3 分ロスしたってい う, う, ね、あの駐車場が結構広いのね、帰るわけでもセーフウェイはやっぱり大きいってイメージがある、うん、大型店って。なんでのセーフウェイはあのまだまだ私たちも向かいたくなるんだけど、うん、まあ、あの皆さんの情報も知りたいなっていうのと、でちょっとさっき少し話に出た、もう一つのスーパー、オーガニックのダウントアースね、そう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 、うん、オーガニックのダウントアース、うん、ここもすごく思い出があってカエルア店だったんですけど、うん、ダウントアースは何店舗ぐらいハワイにはある、でも結構あるっぽい、ね、あるのかな、なんかこれもねちょっと調べて自分たちが行ったカエルア店の様子と、でも実はもうカエルア店ってものすごく大きくなってリニューアルして場所も変わって、うん、あのホールフーズの割と近くに移動したんだよね、うん、ほぼほぼすぐ隣の隣ぐらいの感じのところ、ね、そうで実はそこ行けてないからものすごい行きたくて行きたくてうずうずねしていて、それこそホールフーズといろんなものを、まあ、お値段も含めて比べてみたいなっていう、うん、で私たちが行ったダウントゥアースはもっと本当にこう庶民的な雰囲気の、うんうん、もう少しこう地元のスーパーっていう感じの雰囲気だったんだけど、まあ、移動して大きくなった、ね、どのぐらいの規模になったのか、うん、それもねいろいろ調べて私たちの経験も含めてまたダウントゥアースも扱っていけたらいけたらいいなって思ってますね。いや本当スーパーって楽しい、うん、あそこで初めてビーガン用のハンバーグ買って、買ったね、ビーガン用のハンバーグとかね、わざわざね持ち帰って焼いて食ったんだよね。日本になかなかないそのオーガニック系のものが、うん、ハワイはすごく身近にあるイメージが、最近増えてきてるみたいな感じだけどね、テレビでも日本でこういうのが増えてきましたよみたいな紹介してた、うん、だからお店でもビーガン用のねレストランとかって結構簡単に見つけることもできたりして、ハワイってそういうとこも面白いな。次回もスーパーの話ってね、なんか始めるともうなんか取り留めもなくスーパー楽しいなでもういっぱい話したいことがあってどんどん伸びてっちゃうんだけど、もうねあのシーツマがガンガンに iPhone で撮影した動画が出てきたなと思ったらもうスーパー同士のなんだ生野菜の金額比較みたいなやつばっかりで、ヨーグルトとか同じヨーグルトがいくらだとか、お水、そうそう、同じお水のメーカーがいくらだったかとか、うん、ばっかりなんか私動画に残してて、まあ、楽しい動画にならない、そのうち紹介して役に立つのかなこれっていう、まあ、自分の中でなんかデータとしてなんかやたらと撮ってた時があったんだよね、うん、それだけもうスーパー巡りが楽しくなっちゃって、うん、でいっぱい回ってるうちに同じ商品を見つけると、あっちのスーパーにもあった、あれいくらだったっけなってなって、うん、あじゃあ取っとこうみたいな感じだったんだけど、多分ねもう皆さんがスーパーは必ずどこかしら行きつけで気に入ってるところがあると思うんですよね。私たちもこれからまだまだ、ね、行きたいところがいっぱいあるので、そういったことも含めてまた次回のポラジオでやれたらいいなと思ってます。はい、ね、前回の動画の、うん、ハワイの年末年始の、ね、うん、コメントいただいた方ありがとうございました。ありがとうございます。で、今回コメントいただいた人の中では、うん、年越しはしたことがないという方がちょっと多かったかなと、うん、クリスマスはね結構、うんうん、皆さんなんか経験済みだったりとか、うんうん、まあ、人によってはその爆竹がそうそう、うるさかったみたいなコメントもいただきましたけど、やっぱり爆竹なんだ ね、 ね。あとは、ね、うん、動画見たら今年はなんか 各家庭というと言い方が大げさだ、うん、あっちこっちで、うん、花火がバンバン、本当は違法なのにあの自分たちだけで上げてしまう人たちがすごく、あれなんか ね、 ね、すごい状況だったね、うん、日本じゃ絶対ありえないじゃん、庭から花火が上がっていくっていうさ、あの手持ち花火とかじゃないからね、うん、打ち上げちゃうやつだもんね、うん、すごいなと思って、だからやっぱりそういうちょっと独特の雰囲気が、うん、あの花火に関しては特にね年越しってあるんだなと思って、で、ま、実はちょっとポラベアとしては、うん、今年の年末から来年の年始にかけて、うん、あの飛べそうっていうのが実はありまして、またそれはあの別のポラジアでご報告したいなと思ってるんですけど、なんとかね、うん、今年こそ年越し飛びたいなと思ってます、まあ、希望としては夏も
行きたい気持ちはあるものの、うん、あるんだけどまだまだちょっと、ね、今がこんなだからね、うん、状況が見えないんですけど、ちょっとね今年これからどうなるかっていうのはもちろん狙ってはいるんですけど、まだちょっと前半戦はね厳しそうなので、とにかく年末飛びたいなと思って、プラベアとしては今動いてるっていう感じですね。でそのちょっと、前のポラジオでディスカウント系のお店のこともちょっと調べてみたいなっていう話を、ね、したと思うんですけど、TJ Maxx おすすめですよっていうのと、プラスノードストロームラックっていうお店もいいですよって、これねやっぱり出てた三大なんちゃらみたいな、あとロスフォーなんかどうですか、ロスのお店と合わせて三大ディスカウントショップみたいな、この辺もねちょっと、行く前にいろいろ調べて、行ってないんでね、そういう行ってないの、ロスも実は入ったことない、ないまずロス行かないとダメかな、でも思って、でそんなにいいものあるのかね、そこがよくわかんない、ね、ロスで爆買いしたとかいう人いたら教えてほしいな、あとはやっぱ TJ Maxx とかノードストロームラックっていうのそれぞれなんか色がいろいろ違うっぽいのね、お子さんのおもちゃいっぱいありますよとか、こういうものに特化してますよとか、ロスに関してはなんかいろんなもの結構置いてあるよみたいなのを動画で見たことがあって、服だけじゃないんだっていう、なんでなんかこのあたりもね、もし知ってる方いたら合わせてぜひ情報をいただけたらありがたいなと、お願いします、私たちもちょっと調べてみたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。 See you again! またー。